こんにちは、きなこです。カナダ BC 州がついに発表しました、1000ドルの給付。しかもこれはタックスフリーなので、税金不要です。今日は、これについてお話ししようと思います。最後に今日も簡単な英単語を、皆さんにご紹介するので、ぜひ最後まで見ててください。対象規定は2020年3月15日に BC 州に住んでいた方、CERB の対象者、そして CERB の詳しい情報や対象規定を前に載せた動画があるので、そちらから確認してください。あと CERB から許可が下りた方、まだ支払いが来てない方も可能だそうです。15歳以上の方、2016年のタックスリターンを申請した方、州の所得援助や、障害者援助を受けていない方だそうです。もしこれに申請してお金を受け取った後、州が対象外と判断した場合はペナルティとして、金利付きで返金しなければならないそうです。申請するのにあたって必要なものは、自分の新ナンバー ITN ナンバー、TTN ナンバーがのどれか一つが必要だそうです。それとダイレクトディポジット、自分の銀行口座に自動的に入金されるのに必要な情報、それはブランチナンバー、インスティテューションナンバーとアカウントナンバーです。この1000ドルはダイレクトディポジットでしか入金されないみたいで、1回だけ支払われるそうです。申請はオンラインだと5月1日から開始されるそうです。電話で申請する場合は5月4日からだそうです。電話での申請については、インターネットを使えない方のみが電話で申請してほしいと言っています。オンラインで申請する場合は自分のスマートフォンからでも何でもいつでも、申請することが可能だそうです。はい、それでは今日の簡単な英単語は Butterflies in my stomach。 Butterflies in my stomach、これはどういう意味だと思いますか？例えば使うときはプレゼンテーションの前とか、告白する前に、I have butterflies in my stomach と言います。これを直訳すると、蝶々が私のお腹の中にいると言っていて、なんか変なんですけど、緊張しているとか不安とかいう意味です。緊張でお腹が痛くなったりムズムズするのを、蝶々がお腹の中にいる感じだから、そう言ってるんじゃないかなって、私は思います。ちなみにドキドキする時も緊張しているということなので、ドキドキやキュンキュンしている時も使えます。それでは、皆さん今日から、使っていきましょう。 Butterflies in my stomach。 Butterflies in my stomach。 Thank you.